ちゃん見てんの？あーちゃん、あれ、あーちゃん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 。Cause I'm a real in love with you. When I'm looking at this view, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance, anytime. Real love. こんにちは、ともです。昨日ね、娘と孫と一緒に買い物に行ってて、イオンに行ったんですね、バス乗って。で、ボロボロのパンプスだったんで、サンダルも欲しくて見に行きました。いいのがあって、服屋さんの中にある靴屋さん。服屋さんやけど靴も置いてるみたいなところがあったんで、ちょっとどこやったか覚えてないんですけど、イオンの中にあって、で黒と白と買った色、なんかちょっとグリーン系の草色みたいなやつ、私には珍しかったんですけど、それにしました。3000円ぐらいやったと思います。はい、またね、気に入って毎日履こうと思います。で、娘に言われたんですけど、靴って毎日履いたら痛むんですってね。私毎日履いてしまうんですよ、同じものをね。なのでああやってボロボロになるんですけど、あ、そうかと思って、あ、そんな2足買ったらいいねんなって思っててんけど、もう昨日はもうすっかり忘れてね、それだけ買って、なんか赤ちゃんとかね、一緒に行くとこう気を使うじゃないですか。こう泣いたり、おむつの時間やったり、ミルクの時間やったりね、なんかこうグズグズ言い出したり、それでもあれを買うのが必死で、であれを買ってもう2時間ぐらいでね、なんか普段と違うことしたらすぐ疲れるんですよ。でもう、あ、疲れたって言ったら、もう疲れたんって言われて。すぐ疲れるんですよ。はい、体力がないなと思います。この T シャツも買いました。これは GU で、これ何にでも合いそうですよね。はい、いい感じ。はい、私が生まれた時ね、母はなんかこんにちは赤ちゃん歌ったって言ってました。こんにちは赤ちゃん、私がママよ、はじめまして、私がママよ、この小さな手潤んだ瞳、こんにちは赤ちゃん、私がママよ。あずさみちよさんですよね。なんかあぐらかいてこうワイン片手に歌ってましたよね。なんかちっちゃい子供の時すごい印象にありますね。あ、お買い物行ったのはおとついでした。おとついに行って、で昨日孫ちゃん、下の子ね、もうすぐ5ヶ月なんですけど、お泊まりして、朝10時にママと来て、上の孫ちゃんは保育園に行ってるん でママが送りに行って、でそこから10時に下の子、もうすぐ5ヶ月の子と一緒に家に来て、でうちで一泊して、で今日の朝10時に帰りました。今ね、やっと毛布を干して洗い物して落ち着いたとこですね。昨日は孫ちゃん寝たのは11時半ぐらいでしたね。なんか10時半ぐらいに寝るかなと思ったんですけど、なんかすごいこうハッスルしてキャーキャー言って、なかなか寝えへんなと思って、でミルクをね、こうちょい足しちょい足しして、で最後はね、こう寝返りして、こううつ伏せになって、あーって言い出したんで、でトントンしながら、ゆりかごの歌をって歌ったら10秒寝れましたね。でそっから朝9時まで寝て、で9時から
キックキックで私を起こして、隣に一緒に寝てたんで、でキックで私を起こして、で、ああ何時やろうと思ったらもう9時やってめっちゃ寝たやんと思って、でそっからね、なんか喋って一人でもうめっちゃなんかこうカーテンと風と向かって喋ってましたで結局ミルク飲んだんが9時半ぐらい、うん、ね、こうもう抱っこしたり、今寝返りして寝返りができないんで、寝返りしたらしっぱなしで、でもうこうなって疲れてしまいに泣くんですね、うん、なそれをまた裏返したり抱っこしたりして、うん、なんかねこう模様が好きみたい、鎖の模様とかなんかこう同じ柄が並んでるとかをこう抱っこして見せると、こうテンションが上がってううってなって、声出して笑いますね、うん、こうダダダってやるとシャシャー言うて、ね、声出して笑い出すとめっちゃ可愛いですね。まあでも子供もね、すごい可愛いですけど、やっぱり可愛い面だけではなく、半分は大変なので、やっぱりねママも休憩しつつやっていった方がいいと思いますね。赤ちゃんってね、産んだらその日からもうずっと、まあ当たり前ですけど二十歳になるまでずっといるので、成人するまでこう親の勤めじゃないけど、そういう感じで、ね、赤ちゃんの時とかちっちゃい時はもう目が離せないし、うん、すごい可愛い反面すごい大変ですよね。だからやっぱり時々ね休憩しながら育児はやっていった方がいいですよね。パパにも手伝ってもらって、手伝うっていうかもうお風呂とかねでやってもらえることはもうやってもらって、うん、やっぱりこう分担してやってもらえるとすごい助かりますよね。はい、世のお父さんおじいちゃんも、はい、よろしくお願いします。はい、それでは最後まで見てもらってありがとうございました。それでは皆さん、またお元気で、バイバイ。